心臓部に来たわけですね。この感じ、さくら知ってる。さくら一人でどこに行くつもりだ。うちはさくら追いかけよう。おお、コート。お兄ちゃん生きてた。ソンギが言った通りだ。ジャガーノートと合体してコートは生きていたのか。しかし、おぞましい、なんという機械な。これはもはや人間とは。ダメだ、こんなのは嫌だ。さくら大嫌いだ。お兄ちゃん戻るんだ、戻るんだよ、人間に戻るんだ。どうしてだよ、さくらのお兄ちゃんなのに、人間なのに。さくら人間だから愛知ってるよ。さくら人間だから孤独嫌いだよ。人間いいよ、人間いいからお兄ちゃん人間に。うわぁ、すげえ人間。兄ちゃん、両親も殺されたっていうのに、まだ兄ちゃんを愛してるんですね、さくらは。人間、人間は弱い、人間は汚い。人間より素晴らしいものになるために僕は人間をやめた。僕は人間を超えた存在、セロを超えた存在、完全なるもの、完全なるもの、うわ、完全なるもの、うわ、もううちやべえやん、もう。僕と僕の世界を全てを変えて、不完全な人間は消去する。違う、お兄ちゃん間違ってるよ。僕の邪魔をするのは誰だ。さくらだよ、お兄ちゃん。さくら、誰だ、さくら。僕はさくらを知らない。ああ、記憶も抹消されてるよ。だから僕はさくらがいらない。ういやもうなんかいつもこうなるよね、さくらってね。人間がここにいる。弱く汚い人間がいる。僕は人間がいらない。だから僕はここにいる人間を消さなければならない。きたー、ラストバトルできたよ。もう最強の変異体だよね。変異体っつうか、もうコート自身がもうセルだよね。最強獣コート、ほらやっぱコートセルになっちゃったよ。やべえ。ということで、じゃあ一発目、皆さんセラッセルの力をここで解放しましょう。全員パートナーでいきましょう。はい、まずはメーター。おお、メーターってこんなかっこよかったんだな。Edge of Inferno。 おー、いや、様になるね、ほんと。いけ。おー、一発で2291。いやー、頭おかしいね。頭おかしいよ、攻撃力が。さあ、次はテルマさん。はい。
エンプレスツイスター。テルマは、あ、女性だったんだね。わかんないけど。おお、もうすでに、すでに2000ちょい食らってますけど。まあそりゃね MP240 も使うからね。さあお次はオズマさん。ジャッジメントボルテージ、いやーかっこいいな。素晴らしいものを見た。はい、あ、さすが、さすが強いね。もう軽く線いくね。軽く線いきますね。じゃあもう全気合で。いやもうなんか戦ってる場所がもうやばいじゃん。もうういういうい、まあラスボスですからね、そりゃ強いよねっていう。じゃあスペシャル打ち込んでいきましょう。あーと思ったらこいつが足りねえ。そしたらいっぱいテンペストにしようか。はい、で、超連技と。まあまあ通りますね。あれ、ボンが先なのっていうか。あ、そう。これでかい ?5409。いいっすね。あー、でも、あれだね。素早さ向こうはそんなに速くない。うん、いいんじゃないですか。あー、また撃ち出そうか。あ、やばい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 、あぶねあぶねあぶね、あぶないあぶない。じゃあ果実を撃ち出そうに使いましょう。で、気合と、もうゴンは、気合スペシャル、気合スペシャルって、スペシャルじゃないんだけどね。ゴンに関しては、ういういうい、あと一発で、うい、気合いしてこれかよ、やばすぎだろこいつ。スペシャル、気合い、超連技、うい、そい、どっしり、はあ、どっしり、はあ、オッケー、いいっすね。うい、いやーもういっちゃってください。もう今のところ優勢ですよ。いいっすよいいっすよ。あー来たー、超トラウマのやつ。
ら復習ですね。これチャージってやのが来たらもう次絶対消えですので、はい、しかもさ、プリズマで見たやつ、プリズマで見たやつだよ、アルティミットチャージって。ファイナルクライシス、うわもうなんかもう名前貸してやべえ。うわあ、どれぐらいかかる。うわあ、おいおい気合したぞ、おい気合したんだけど、これ気合してなかったらもう完全に満パンだね。やーば、どうしよう。98って1足りねえじゃん。なんだよ。ああでもファイヤーブローからのバーニングフレアは打てると。スプーン、さくら随分回復したね、 MP スプーン、で超連移動。全開するかな。あーさすがに、あーでも全然 OK です。まだ上がるかレベル。必殺ファイヤー。あーはい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 、いいっすね。はい、どうする。もらった、落撃ルーダン、どうする。来月賞、まあさすがにまだでしょ。またかよお前、マジか、嘘しやがってんだこいつ。多分こいつも分かったんだろうね、こいつこれ連発したらいつかひるむだろうってね。そう簡単に行かせませんよ。さて来いや。スペシャルが打てないと、これ初連撃でいきましょう。これで次アルティメットチャージやったら俺切れるぞ。切れるぞ。いいね、さくらの MP 自動回復がだいぶ効いてますね。おお4000突破しましたね。本当に普通5000いくからな。ドラーパー、遅い。さあどうですか、うえ、お前切れるぞ、お前本当に本当切れるぞ俺。お前さ本当に何回やんだよ本当に。ある意味こ一旦攻撃ないからさ、いいんだけどさ。はい、どうぞ。
か俺らもさ、なんかファイナルクライシス慣れしてるのかさ、あんまりダメージ食らわなくなってきたよね。もう全員あれでスペシャルでいいかな。それはちょっとあれかな攻めすぎ。まあいいや、やってみよう。さあ、この後に及んで、もしかしてさくら初スペシャル？いっけ！おお、いいダメージいくね。あ、いや、なんか前さっきもやったな、スペシャル。忘れてた。2回目か。あーでもここまで攻撃を打ち込んでも全然ひるむ気配ないね。どうすか。おっ、いった、よっしゃ終わったー、終わったー。いやー、長かった。いやー、熱い展開だった。最後全員でスペシャル決め込んで。さくら、私にお前の気持ちがよくわかるよ。みんなよく頑張りましたね。人間の世界もこれで生き返るんだ。ただハリーも頑張ってくれたけど、どうやらノワールの谷もおしまいの。ああ、もうダメなんだね。時間切れって感じか。私たちセルの時代は終わったんだよ。おお、ついに離れてしまった。私たちは歴史という思い出になるのです。ちょっぴり寂しいけどね。嫌だ。テルマ、さくら一人ぼっち嫌だ。さくら置いていくな。さくら、お前の両親はセルに殺されたっていうのにまだセルと一緒にいたいのか。すげえこと言うな、おい。それにお前は一人じゃないよ。ウチャソもゴンもいるじゃないか。オズマ、俺とお前は生死を共にした仲間。それなのに俺を置いていくのか。ゴンタロは私に頼り切って自分の技を忘れてしまったの。ウチャソ、あなたの心は本当に温かかった。ありがとう、ウチャソ。ありがとう、サクラ。ありがとう、ゴン。私たち人間とセルは、イニシエのティーグに負けないくらい力を合わせましたね。私たちは、サズバレの彼方へと旅立ちますが、これだけは忘れないでください。人間とセル、すべてはティーグより生まれた一つの命、同じ時代を命、生きている命だということ。これからの未来は、あなたたち人間が自分で作っているのだということ。ついにお別れなんですね。そしてこれが私たちラッセルの最後の力です。
かくして3人の勇者の活躍によりリムエルモンを追ったジャガーノートは造され、真の平和が霧のない新しい世界が我ら人間にもたらされた。そしてリムエルムの子らや我らの村が生んだ宇宙層を誇りに思うんだ。あれ？足治ってる。ワルさん、お兄ちゃん気をつけてね。あ、また旅に出るとこなのかな。あら、嘘つきドーマー博士じゃないですか。おお、なんということで、このドーマー一生の深く。はるばるカリストからソーンの翼でリムエルムまでやってきたというのに、今まさに肝心要のヨセスが旅立つところとは。お兄ちゃん、この人誰？天才科学者のドーマー博士。天才、自称天才科学者だよね。さよう、知恵ならお任せのドーマンじゃい。それより聞かせてほしい。ウチャソーなぜ旅立とうというのだ。あー、これね、先に言っちゃうとこの選択肢によってね、あのエンディング変わるんですよ。エンディングっつうか、あの最後の結末が、世話になった人たちにお礼を言うため、霧がなくなった世界を見たいから、桜に思いを打ち上げたいから、バイロン寺院で修行するため、まあまあ一番上だよね。霧がなくなった世界はもう見てるからね、正直。まあこれでしょう。なんと義理がたい。さすがうちはそうならば、私も研究所に待っておりたかった。本当だよ。お前ら待って、おとなしく待ってるよ。しかしまあ、そういうことならこのドーマン文句は言わん。よし、わしは決めた。救済の勇者の生涯を一冊の本にする。おお、おいくらで言ってくれるんですか。1500円くらい。そのためにうちはそうが戻ってくるまで、このリムエルムで取材をする。そこの二人、お二人はうちはそうのご家族だな。さあ、ウチャスが旅立つ邪魔しては悪い。外でじっくり話を聞かせてくれ。はいはい。はあ、ドーマン博士、あなたは愉快な方だ。わかりました。付き合いましょう。あえて見送りはしないから、ウチャス気をつけていくんだぞ。お兄ちゃんのことだから心配ないと思うけど、気をつけていってらっしゃい。完璧に戻ったね、リムエルムね。あら、ザランとペペじゃないですか、そこにいるの。後で見に行きましょうか。うちはソニーのことは残念だったけど、あなたには本当に感謝してるの。ゾプロに会ったら私からもよろしくと言ってちょうだい。言ってらっしゃい。こっちのことはおばあさんに任せて。はい。うちはソ、私正直に言うね。私、ジャガーノートの中ではあなたのぬくもりを感じてた。そして、あなたが必ず助けてくれると信じてた。だから何も怖くなかった。うちはソ、早く帰ってきてね。私、あなたのこと、うちはソのこととか好きだ。あらー、いやー、ちょっとこれスクショかな。気をつけてね、うちです。私、あなたが入ってくるの待ってるわ。はい。エクシス。レベルムの復興でみんな大忙しだってのに、旅に行こうなんて任務任務だぜ。うちです。全くユーサ様はお気楽、お気楽だな。ああ、冗談だよ、ジャスト。リムエルムのことなら俺に任せて安心して行ってこい。勇者様の出身地として恥ずかしくないリムエルムをこの俺が作ってやるからさ、頼みますわ。エクエスもあの人もすっかり裸色になっちゃって。ああ、愚痴も言えない平和な世の中になっちゃったのね。あら、ユーシャさんはそこにいたのに、それにしても世の中って変われば変わるものね。ユーシャそこは、レイ、エスト、リブロ、死んじまったみんなに俺は教えてやりたいんだよ。ラッセルが最後に自分の命を俺たちにくれたとき、俺たちは生まれ変わったんだ。ラッセルが俺たちに傷も病気もない新しい肉体をくれたんだってことはありがとうよ。俺がこうやって元気に働けるのも、うちはそれはラッセルのおかげだ。やっぱり、そうだよね。ワルも足が治ったの、そういうことだよ。うちはそれは腹が減っては旅行はできぬってことわざがあるだろ。村を出る前に女房特製の煮込みを腹いっぱい食ってくれよ。あ、はいはい。あら、うちはさんのお参加がついたのを食べていく。はい。やっぱり若い子はそうかなっちゃう。炊き出しの煮物を食べた。心に締めるリムエルムの味だ。おお、いいっすね。この木立派だろう。リクロワさんから切り出してきた。おい。リクロワさんから切り出してどうやって持ってきたんだよ。結構距離あるぞ。俺たちという霧の時代を生き抜いた根性がある木だぜ。ハードに肉体を使う仕事なら任せてくれよ。なんといっても俺はウィドナでシェルターを作った経験があるんだからな。ああ、その人たちが来たのね。ああ、ここどうなった。ウチャさん、あの日から記憶の像が力がなくなってしまったのが、きっとセルと同じように記憶の像の力もティーグのものだったので。ああ、そういうことか。どうやら力を失ってしまった。ああ、なるほどね。はい。いやはや、セルさえあればこうして家建てるのももっと楽にやれるのにな。
まだセルなんかにまだ頼るつもりか。自動なんでセルなんか俺もゴリゴリね。それに樹海が消えた影響で新しいセルが生まれなくなったそうだな。俺たちの孫の時代にはセルなんてただの昔話になっちまうんだろうな。ああまあそうだろうね。俺たちの力で新しいリムエルムが生まれ変わるんだ。家を建てるのは大変だけど気分は最高だぜ。きっとお母さんもお兄さんのことを喜んでると思うな。ああそうだね。おお、じゃあそうか、ちょうどドーマ博士に話してたところだ。ラセルの不思議な力のおかげで私の汗が元通りになったってこと、それだけではなく、村の誰もが生まれ変わったように感じていること。ラセルが我々に新しい命をくれたことこそ永遠に語り続くべき奇跡だろう。興味深い、全く何とも興味深い話だ。ウチャソ、バルさんは素晴らしい父親だし、姉さんは素晴らしい妹さんだな。ところでウチャソ、その顔はズバリ、わしに村の外の話を聞きに来たの。ああ、まあ、それ聞いて。やはり私、わしの顔も相変わらずサイトルなんでは簡単に聞かせよう。まず新しいセルが生まれなくなったことは知ってるだろう。ソルの連中は未だにいろんな実験をやっておるが無駄なことだ。ああ、そうなんだ。ウルメイスが壊れ、重回が消えては新しくセルが生まれるはずがない。今、地上に残るセルの力も、次第に力を失ってきておる。わしの計算ではあと1年ほどであらゆるセルはいなくなるだろう。消えの時代、人間はセルを遠ざけたが、完全にセルが、消えるとなると話は別だ。孫恩族や風来住者、セルを失った人間は、原始の時代に遡りするかもしれぬ。だが、うちはわしは人間の可能性を信じる。ティーグの意志を受け継いだお前のような人間がいる限り、人間は永遠に不滅だ。ああ、なるほどね。あれ、ドルク城の人かな。ああ、そうだよね。ウジャ様がリムエルムを旅立たれると聞いて、ドルク城より参上しました。ドルク王は世界を再建するため、ウジャ様の教えをぜひ拝借したいと申しております。ウジャ様には何卒ドルク城においでいただくようお願い申し上げます。ドルク領民へ全てのご利用の願いであります。はいはい。ジャガーノートの中でウジャス兄ちゃんの声が聞こえたよ。ああ、そうっすか。そうだよね。あんなね、叫び散らかしてたからね。なお、じゃあそこ聞かせてくれよ。まだ、またジャガーノートがやってきて、リムエルもこうぶっ壊したりするようなことはねえんだろうな。バカなこと言うよ。まったくだが、あんな奴に飲み込めるなんてもう二度とごめんだもんな。安心して食べに行ったら、じゃあそこが帰ってくる頃にはすごい村に連れてやるからな。じゃあそう、お前がまだ幼かった頃、わしはいい、ケリに包まれる前の世界のことをいろいろ話して聞かせたものが、今ではお前の方がわしよりはるかに外の世界のことを知っておる。わしもこれからは二度目の人生、お前に負けんよう、眉間を広めるつもりじゃ。はあ、はあ。ああ、はいはい。そこから飛び降りるの。じゃあそう、いつか一緒に私と旅をするって約束覚えてる。はい。いいのよ、じゃあそう、気にしないで。何なんだよ。父から宝石商としての秘伝を教わりながら旅をしています。うちはさんももしも結婚指輪を探しながら格安でお譲りしますよ。ああ、いいっすね。ご無沙汰しています。ジェレミーの宝石商、ザランです。その説はお世話になりました。こうして息子のペペと世界中を回って、宝石の買い付けをしているんです。おお、いいっすね。あなたはここ定位置なのかい。あれから一月、随分早いもんだな。うちはさん、お前は最高の教え子だ。お前にボアイロン掃除を展示できると私の誇りだ。うむ、ためのたけむも、心底より願っている。まあ、一応だから、うちはさんもバイロン掃の技を持ってるってことなんだよね。あれ、レクタスいるじゃん。レクタスに話しかけられるんだよね。レクタス話しかけられる。あ、話しかけられる。久しぶりなのだぞ。俺はドーマン博士をここに運んできたんだ。すでに聞いてるかもしれないが、セルの力が消えつつあるんだ。俺たちその族のセルの翼もやがて役立たずになるだろう。大丈夫なのか。ああ、ありがとう。だが心配はいらん。長老をはじめその族全員が腹を決めたんだ。これからその族は地上を降りて人間として生きていくんだ。弟のグランダスには地上の人間としての生き方を教えてもらうことになるだろう。ああ、そうか、そういうことになるのか。さて。おう、ジャスカ、いよいよ旅立つのなら、お前に一つ聞きたいことがあるのだ。村がジャガーノートから救われた後のことだが、村から旅立ったサクラさん。あの時、サクラさんは赤ん坊を抱えとった。おお。サクラさんはあの赤ん坊が誰だか教えてくれなんだが、あれはワニ上のコートでは。コートじゃない。やはりそうであったか。わしらがラセルから新しい命をもらった時にコートも生まれ変わったのだろう。世界に奇麗をもたらしたのがコートであることはわしも知っておる。そして、サクラさんにとってコートがたった一人の、肉親であることも分かっておる。だからサクラさんはコートを連れてひっそりと出て行ったのだろうな。たった一人でコートを育てる決心をして。サクラさんは全く大したものじゃ。ふむ。うちはいよいよリムエムから飛び出すのだな。はい。リムエムの全ての人々と別れを告げてきたのだな。はい。
陽介と行くがいい遥かな、世界を、人間が生きる豊かな世界を進むのだ。うちゃそちゃん、おお、うちゃそちゃん、うちゃそ、うちゃそちゃん、うちゃそ兄ちゃん、うちゃそ、うちゃそ、うちゃそさん、行ってらっしゃい、気をつけて、今日入りを待ってると。うちゃそ、あなたの家はここだから。いいっすね、素晴らしい村だよ。泣きそうだわ。行ってきます。いやー、いいっすね。いやー、終わりました。いやー、本当に、いやー、終わったよ。あ、こう、あ、これが桜とこうとか空中庭園で育ててんの。いいとこ住んでるね。いやー、終わったよ。いやー、皆さん本当にご視聴ありがとうございました。今までパートにしておそらく40いくつとかいってるんじゃないかな。うん、まあドラクエ、一作目のドラクエ8よりは短かったっていう感じなのかな。いや、でもなんかどうだろう。ドラクエ8の時より達成感がすごい。なんでだろう。あ、ゴンだ。ちびっ子たち教えてるわけですね。あ、そうか。セロを失ったから、バイロン層に戻ることができたのか。なるほどね。いやー、ほんと皆さん、ここまでご視聴ありがとうございました。本当に。梅茶ソロン個人実況第2弾のレガヤ伝説でございました。12月の中旬から始めて、3月の頭までということでね。いやー、これも結構長かったっすね。カーラとグランタス。おー、いいね。いやー、皆さん平和に暮らしてらっしゃる。いや、本当にいいゲームだと思いますよ。本当、マイナーだけど、名作ってよく言われるんですけど、この作品。本当にその通りだと思います。だから、この作品に出会えたからこそ味わえる、この素晴らしいね。あー、セルジュさんもあれなんだね。本当の花嫁と結婚できたんだね。そう、マイナーだからこそ名作っていうね、この作品に行きつけられたあなたは本当に幸せですよ。いやー、本当、真の幸せってここにあるんだなって本当に思いますね。いやー、素晴らしい。本当に素晴らしい。本当にもうここまで見てくださる皆さんのおかげでここまでやってくることができましたね。RPG を2作続けてプレイするっていうね。もう当時の自分に対して言えることは、もうよくそんな根気があったなって言えるんですけどね。あ、1回 RPG クリアしたらもうなんかね、燃え尽きてちょっとしばらくやりたくないぜってのが普通かもしれないけど、私の場合は続けてドラクエ8からレガイ伝説をやりましたんでね。誰だお前。いやー、本当にありがとうございました。本当に、いやー、本当にね。でもレガイア伝説を通していろいろ分かったことがありますね。やっぱり12月の中旬の梅茶ソって本当に、なんだろう、希望も何もない、もうひたすら瞑想するばかりの梅茶ソだったのが、もう今になっちゃ夢を追いかけてるわけですよ。やっぱりそういう意味ではレガイア伝説をやっていく中で、まあ、周りの環境が変わっていったなっていうのが真面目な話ね、思うわけですよ。なので本当に自分の中ではこの作品を最初から最後までプレイすることができて、本当に素晴らしく良かったかなっていうふうに思います。いやー、本当に、いやー、本当に感慨深いです。本当にもうこれドラクエ8の最後にも言ったんだけど、本当に感慨深い。そうだから、ドラクエ8の時に得た達成感とレガイア伝説の時に得た達成感、何が違うって、やっぱり取り巻く環境が変わったから、そういう意味では本当に、まあ、まさにね、自分自身と共に成長してきた作品としてはすごい感慨深い、感銘を受けちゃう感じなんですよ。感銘を受けちゃう感じって日本語どうしたって感じなんですけど、
ですよ本当に。いやー、うん、あ、ワンガラ、あ、ワンノアガラってあれですね、あの各3人の最初からある名前ですね。私の場合はうちはさくらゴンっていう名前をつけましたけど、いやー素晴らしいゲームですよこれ。だから本当にね、なんでこのゲームマイナーだって言われるのかがわからないぐらいいいゲームなんですよ。まあ今ね、当時は6000円ぐらいで売られてたゲームが今や多分100円ぐらいで売られてんのかな。だって100円でこれってね、ちょっとね、すごいと思う、本当に。うん。本当にね、今の時代でもね、3000円ぐらいの価値をつけられるゲームだと思うんです、本当に。霧に包まれた世界を、霧を晴らすっていう、このストーリーがもういいでしょ。幻想的で。それにソーセージっていう、加わってさ、素晴らしい。最後のノアルの谷とかさ、ほんと幻想的だったよね。ダンジョンとしてはめちゃくちゃ短かったけどさ、いやー終わったよ、終わったよ本当に。はい、ということで本当にありがとうございました。もうそれしか言うことないです本当に。いや正直ね、ドラクエ8の時はもうこのサンチャスブラザーズを解説してすぐに始めたやつだったので、正直視聴回数も伸びないし、いいねも全然つかないし、低迷してたところあったんですよ。まあでもその頃に比べたら、ね、見えないところで皆さん見てくださったっていうところで本当にありがたい、本当にありがたかったですもんね、本当に。ね、最初はこのレガヤ伝説始めるときは、絶対こんなの見ないだろうと思いながら見てやってたんですけれども、ここまででっかくなることができましたんで、本当に。本当にそれが想定外です。はい。ソニーコンピューターエンターテイメントということで、知らないんですけどね。あ、でもソニーか。うん、あ、コンクラムですね。まあ、ほんとコンクラムのことだけは残念だったけど、まあ、そうでもないと面白くないからね。まあ、それが RPG ですよ。エンド。はい。ということで、名残惜しいですが、メジャーソロのレガイア伝説の実況プレイはこれにて以上になります。はい。本編はね、もしかしたら特別編をやるかもしれないですね。とか言ってドラクエ8の特別編できてないんですけど、いつかやろうかなっていうふうに思うので、またね、思い出した頃には見てください。はい。第3作目のめちゃそ個人実況もう決まってるんで、皆さんそれをお楽しみにしてくださいということで、めちゃそ個人実況第2弾の、レガイア伝説の本編は以上になります。これさっきも言ったな。はい、ということで名残惜しいですがここまでになります。皆さんの本当に、ご視聴ありがとうございました。皆さんのおかげでここまで、やってくることができました。誠にありがとうございました。それでは失礼します。バイバイ。